突撃！突撃！突撃！私のターン！突撃！突撃！突撃！ボス、ラス！ドカーン！帰ってきました。誰も望んでねえけどな。正直ネタ切れに困ってたホムスカ実況ですが、新しい奥義を習得したので久々にやっていきます。ホムラで横ビーブーしたこするしか能がなかったが果たして。霊夢さん。はい、これが私のホムスカの新しい奥義。唐突なボタンエッジぶっぱです。もう二度と復活するな、このシリーズ。ちょ、待って、やめて！アップナー、開始早々本当にシリーズごと封印されるかと思ったわ。命拾いしたな。しかしお相手怒涛の攻めで一気に%逆転だぜ。ふん、さっきので仕留められなかったのが運の尽きよ。私のターン、押すって、やったぜ。もはや実家のような安心感すら覚える汚さ。さあ、ストックを落としたので光にチェンジして頃合いにあれをパナしましょう。突撃！いや、メタナイトの竜巻フォトンエッジに判定負けるってマジ。そんなは異常な剣で天の聖杯の剣に加藤など称し、冒険ギャラクシアもアニメでは壮大な設定がある由緒正しい剣なのに、スマブラではどうしてこんなに差がついたのか。金の力ですね。あまりにも無慈悲。ていうか、フォトンエッジ3発当てただけでもう 60% ってマジ。そう、この技1回当てると約 20% 入るし、かなり痛いのよね。で、フォトンエッジ数回当ててダメージ稼いだら小村にチェンジして、ボス、ラス。で、撃墜を決めるという寸法です。立ち回りの終わりっぷりにさらに磨きがかかったな。これでトップオブザ魔境まで来れます。おかしいよ、絶対。で、フォトンエッジぶっぱ戦法について、外すと当然結構な隙を晒すんだけど、こうやって普通に差し合うかに見せかけて唐突にパナすと結構当たってくれるのよね。あと、光で普通に差し合って火力出すの結構難しい問題も、フォトンエッジならお手軽に約 20% 稼げるので全て解決。確かにお前みたいな立ち回りキャラ使うのが下手なやつは割り切ってクソ戦法に徹した方がいいのかもな。突撃！突撃！こすって、こすって、うわぁ！このクソゲーが！全速前進だ！突撃！何これ、逆ビップの試合ですか。トップオブザ魔境でステーキ。突撃！あ、これはガードされてて痛い反撃が。残念だったな。そのコンボ光は別編でほぼ繋がらないし、当たったとしても因果率予測がほぼ間に合います。パワーオブマネー。それに対して相手は同じ弱キャラ組のプリミアガオガエンとかでもある程度オフで結果出てるのに、オフで全然存在感なくて最弱キャラの地位を欲しいがままにする。虚弱貧弱無知無能なガノンさんじゃないですか。メインキャラのことよくそんなボロッカスにディスれるな、お前。突撃！ちょ、待って！アップねえ。これ遠くで様子見されると魔人剣でも間に合いかねないわね。今のは少し相手の反応遅れたから助かったな。フォトンエッジをパナすときは気をつけておきます。パナすのをやめるという選択肢はねえのかよ。ドカーン！やぶろ、このデブ親父。数少ない長所をバカにしないであげて。コロ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 。相手さっきから魔人剣やら横スマやら急に大技パナしてくるの怖いんですが、クリエイティブな戦闘さ。開幕で棄却してきたあたり、待ってたらどうせ突っ込んでくるからそこを叩けばって掴んでくるんかい。じゃんけんにも負けてホムスカの苦手な場外戦だぜ。このカード立ち回りは大幅有利だけど負け筋があるのはやっぱりここね。焦って隙だらけのウェディーさらしたが運よく生き延びたな。よし、ピンチをしのいだら美味しいコンボさんと。あそこで劣気客やるっつー。ていうか、お前が下投げ反転空母下手すぎるのが悪い。ガノンやベレトスでは下投げ反転空母自体できないから、これでも頑張ってる方なんですよ。操作精度がバガバだからフォトンエッジぶっぱ以外で火力取れないんだろうが、ガバガバとか言うな。よし、ガノンもこれくらい溜まったら例の出たりるでしょう。ボス、ラス。あ、落ち着いて位置調整すれば当たったかもなのに。私のターン。どこかやねん。どう見ても踏み台コンボやろうとして失敗してただろうが、前に裏でビップやってたらレート2000超えのホムラにほぼ踏み台コンボだけで貫通されて衝撃受けて移行練習はしてるんだけど、下投げ反転空母すらおぼつかないお前がまともにできるのはいつになるやら。栄光の闇で世界を終わらせてくれるわ。今のは完全に当たる流れだったろ、実況者失格だぜ。あん、魔王なんて最後は必ず勇者に負ける永遠の敗者。もう見せ場もなく封印してやるから覚悟しなさい。私のターン、キー、ドカーン。お前はドカーン。潰れろ、ドカーン。お前はドカーン、ドカーン。何この低レベルなラスボス戦。突撃！何？私の必殺開幕横 B を AD で総裁するだと。なんで今日お前みたいに頭のネジぶっ飛んだやつしかいないの。もうこのゲームも発売して早5年、みんな私の領域に追いついてきたみたいね。スマ界隈が君のレベルに落ちたらこの世の終わりだぞ。ドラえもんさん、痛い痛い痛い。
発動一戦ぶっぱはさすがにヤンキーすぎる。莫大なアトスと引っ換えに威力は絶大だぜ。セフィロスって調理位置に偏っという強化要素の代わりに体重が軽いのもそうだけど、改めてリスクとリターンしっかりしてるキャラって感じよね。そのせいか最近の理不尽環境についていけてない感あるけど。いやセフィロスはかっこよくて強い最高のキャラな。じゃあなんで一時期ハマってたのに最近使ってないんですか。私は真空使いです。逃げるな卑怯者。さすがにそう何回も発動一戦なんて食らうか。光だから安かったが、小村ならホールド横須まで死んでるぜ今の。何やってんだ。回避にテマス感出しときながら反応遅すぎだろ。いやー今のオフなら間に合ってたんだけどなー。そんなレベルじゃねえだろ今の。コロ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 。あの方よくアーマーさんはどこ行ったんですか。レイジで強引に耐えてくるカズヤに比べて鍛え方が足りないのよ。出直してきなさい筋肉見かけ倒し体重ピカチュウ男。さあ、ミスト目もいい調子。このままどんどん行くわよ。このカードナー光にはすぐ懐潜られてリーチ活かしにくいし、かといって羽が生えてもホムラに秒で消し済みにされるし、ガチでセピさん使ってる時は絶望してたぜこのカード。エンジョイ勢が、ピピなめ。殺すとてめえ。リンガリ中速。ボス、ラス。立ち回り終わってるくせに回避狩り狙う時だけは堅実なの腹立つ。なんでまあこのあたりはさっきのおじさんを使ってる経験値ね。重量級である程度のレベルで勝とうと思うと回避狩りやって読みは欠かせないしな。あー、カリちゃんの股間が、試合中にそんなこと考えるのほんと気持ち悪いなこいつ。紳士ゲーマー当たるもの女性キャラのいやられシーンは見逃し厳禁。ちなみに私は由緒正しきファルコンの前投げで腹パンするのが大好きですねぐへ。うぜー突撃で美味しく 20% ゲットして、あとちょっと小づいてやればもうホムラの撃墜圏内。最後は盛大に散りなさい。こっちは剣を精一杯伸ばしてるのに、あのモーションでリーチ負けるとは。そしてここも空技のリーチ差で敗北。これは流れ変わったんじゃないか。まだあるぞ。が本人の軽さと相手の別編ミスでとんでもないダメージで死んだわね。ぜひ使いたちよ強く言ってくれ。さて時間的に次で最後にしましょうかね。おやー、開幕フォトネってあれ。とうとうお前のホムシカが深いすぎて対戦拒否されたぜ。スマブラは対戦相手あってのゲーム。今後もみんなで楽しくスマブラをやりたいなら、立ち回りを一から見直して真っ当なホムシカに生まれ変わろうぜ。そうよねマリサ。突撃ー突撃ーボス、ラス突撃ー突撃ーボス、ドッボス、私が楽しければよかろうなのだ。死んでしまえ。